奇岩奇勝、越前海岸高須地区です。自然が作り出したこの美しい海岸線に伝説の島があります。亀島、亀の形をした島です。沖合からすぐのところにぽっかり浮かぶ亀島、標高およそ23メートル、周囲は2キロほどの無人島です。この時期は島の緑が美しく、海の青によく映えます。まるで亀が大海原を気持ちよく泳いでいるよう。そんな亀島には不思議な物語が伝わっています。遠の国から流れ着いた亀に乗ったご本尊さんをこちらの観音堂へ祀った時に、こちらの方へ居座ってずっとご本尊さんを見守っているっていう伝説が残っている島なの。信仰の島でもある亀島。島には弁天様が祀られていることから弁天島とも呼ばれます。またこの角度から見ると東尋坊の先にある雄島と寄り添っているようにも見え、雌島とも。伝説と信仰の島、亀島、地域の宝として愛され続けています。